人から明日来るからタラに来てくれという話がございました。決断をするんだろうなと思って行ったら、何のことはない、ものすごく後退したことを言ってですね、そしてこともあろうにその後引退を表明と、まあ、とんでもない話ですね。で、科学が今後ろに下がってるっていう話がありましたが、真実が分かれば結果は誰がそれを検討しようがですね、開門伊佐早湾干拓のあの席はいらないんですよ。いらないっていうことが分かることが彼らにとっては最大の問題で、科学が引っ込みますから道理も正義も引っ込んでます。それがずっと続いて、多くの許可の皆さん、有明で生きる皆さんがもう諦めの気持ちになっておられる。私たちはこれを許すわけにはいきません。そしてこの豊かな生態系も壊しまくってます。で、この政治がもう終わろうとしてます。今日もですね、今あの旧統一教会の問題でさっき議論をしてきましたけども、本当にひどいです。あの、誰のために政治をやってるのかということですね。今日から多くのものがもう値上げします。あの窓口負担、医療費2割にもなるわけです。で、おととい政府の役所を呼んでですね、危機感を申しましたが、いや大丈夫ですよと、今年は過去最大の税収ですから、あの代議士心配しないでくださいと。冗談じゃない、それだけ税を取りすぎてるってことでしょ、国民をいじめてるってことじゃないですか。この伊佐早湾干拓のこの皆さんがここまで力を合わせてこられました。私たちの政権の時に大串代議士や多くの皆さんと共にですね、結論も出たんですよ。それをひっくり返し、そして対立を自分たちで作り、今に至ってますから、絶対に許すわけにいかない。あの、団結して戦っていきましょう。皆さんに心から感謝を申し上げて、あの一言、あの激励というか決意のご挨拶にさせていただきます。決算行政監視委員長ですから、こういうものをチェックするのが私たちの仕事です。頑張りましょう。